ステマが明らかに居眠り運転もしくは飲酒運転もしくは薬物中毒の恐れありということで動画を回してます。ほら無駄なブレーキしたでしょ。まあ居眠りかな、ほら無駄なブレーキだからね。前めっちゃ空いてるからおかしいよ、絶対おかしいよ。袖ヶ浦ナンバーで、今ここ幕張なんで、まあ、朝早く出てきて眠りか。でも助手席座ってるようにも見えるんだよな、まあ、ちょっとわかんないんですけど、ほら無駄ブレーキ、これやばいでしょ。これはねちょっとね危ないね、マジで事故んじゃねえかな。ほらまっすぐ走れてないからね、飲酒かな、試運転、それか無免許か。無免許ってことないか、無免許だったら左側走るよな多分な、怖えっつって。それかもう小学生が運転してるとかね、うん、ああそれあるな。ちょっとね今日天気もいいしね、行っちゃおうぜなんですよ、健太くん行っちゃおうぜみたいな、東京行こうぜみたいな、海の方からね、東京ってすごいらしいぞと、ガチャガチャとかいっぱいあるんだってさっつって、ありえるな。まっすぐ走るで風ないですからね、そんな。ほら左行ったり右行ったり、これそれかもしくはめちゃめちゃ夫婦喧嘩してるとかね、あるねあるね、夫婦喧嘩あるね。やめろお前もう危ねえからっつって、酒嫌いよ絶対浮気よですね、あるね、それもあるね。うーんてか早く行ってくんねえかな。あでも手動いてたな、なんかやりながらかな、設計図みたいなのなんか持ってたっぽいな今。まさか設計しながら、そんな高速でいい設計図描けないんじゃない。ほらもう前めっちゃ空いてるんですよこれ。あだるいわ、ちょっと顔見たいな。おーっとトラックが行ったぞ、しびれ切らして、ほらこれ抜かすぞ、邪魔だっつって、危ない危ないよ、邪魔だっつって抜いた、はい、抜いたら追いかけた、追いかけたぞ抜かれたら追いかけたぞ、なんだ天の弱やなおい。あやめた、危ない危ない、危ないな、ちょっと横行って顔見たいな。あそんなんしてる場合ちゃうねんけどね、まあ、事故らなかったっていうことですかね。まあ危険運転ですこれは、アヤトサロンに送りたいと思います。まあでも別に事故ってもないしな、ぶつかってもないからな。いやこれ危ねえよマジで、ほらマジで危ない。ちょっと横行って見てみようかな顔、ほら無駄にブレーキね、ちょっと横行ってみようかな、いけないな、横の横行ってみます、ちょっと見ますよ。おばさんかい、おばさんおばさんめっちゃ眠そうにしてたそういうことかよ、おいおばさん眠いだけかい、おい。まあ皆さんも運転する前はぐっすり睡眠をとってしっかり運転していきましょう。じゃあ今日も安全運転でよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしく。